こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、手羽元のサムゲタン風を作りました。実はね、お餅が入っとるんでトロトロです。じゃあ、作り方いきたいと思います。作り方です。こちらが材料です。長ネギは斜め薄切りにします。お餅は4等分。手羽元は縦に1本切れ目を入れます。こんな感じですね。で、炊飯器に手羽元を入れます。で、おネギ、お餅、お米、で、生姜、お酒、鶏ガラスープの素、お塩、オイスターソース、ごま油、水、そして普通に炊きます。じゃあ開けてみます。おー、美味しそうです。グツグツ言ってますね。お皿に盛り付けて、おネギをかけて、黒胡椒を振ったら、じゃん、完成です。手羽元が美味しそうです。めっちゃトロトロ。はい、こんな感じですね。お餅が溶けてトロトロになってます。すごいです。切れ込みを入れた手羽元も美味しそうです。いただきます。わー、いいですね。スープがね、めっちゃトロトロです。うん、お餅が溶け込んでトロトロになっとうけ、片栗粉を入れて作ったスープのとろみとかとはまた違う感じなんですよね。うん、美味しい。黒胡椒もね、ピリッと効いとっていいですね。で、中華だしとオイスターソースとかのね、味付けないけど、この黒胡椒がね、すごくよく合ってます。うん、鶏のね、旨味もね、溶け込んでます。あ、で、鶏肉がすごい柔らかい。うん、美味しい。鶏の足美味しいです。炊飯器で煮込んだけどホロホロになってます。でも、このとろみがね、いいですね。お餅でこんなとろみが作れるっていうのが面白いですね。うん、でもなかなか冷めないです。とろみのあるものって冷めないですよね、なかなか。お餅はね、完全にスープに溶け込んじゃいますね。ご飯はね、ちょっとおかゆみたいな感じで残ってます。うん、うん、めっちゃ熱いです。でもさ、こういう、まあなんか省エネには悪いんですけど、暑い時期に冷房ガンガン効かせて、こういう熱い食べ物を食べるのっていいですよね。地球には優しくないですけどね。なんか温まるし、生姜の効いとうから、風邪の時とか本当に良さそうですね。精がつきそうです。おネギもいっぱい入ってますしね。うん、あ、めっちゃ熱いです。もうお肉がね、簡単にお箸でね、すいて取れます。うん、簡単です。じゃあ最後、あとこれだけです。うん、完食です。ごちそうさまでした。手羽元のサムゲタン風、めっちゃ美味しかったです。ね、お餅でトロトロになってて、そこに鶏の味が溶け込んどって、めっちゃ美味しかったですね。もうすごいですね、味かけますね。生姜とかもたっぷり入ってるから燃焼効果がありそうです。あとね、風邪とかね、食欲ない時とかもさらっといけるからいいですね。で、すごく簡単にサムゲタン風味できるので、それもいいですよね。
炊飯器は便利です。また作るときにね、吹きこぼれたりしないように気をつけてください。とっても簡単で美味しいので、ぜひぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。